はいどうも、後藤さんです。いろいろセールが来ましたが、まあ、やっていきましょう,もう。今回もね、トレマ限定ということで、もうサンジもね、コアラも5セットで両方実は引けてるんですよね。で、今回は25セット。で、ちょっと昨日ツイッターに書きましたが、4万2000円ぐらいの課金で回せるよという感じですね。 で確率はまあずっと超すごいやつはまあ1%そっかそっか1%なんだね3セット目の7割赤紙という75%赤紙かでまあ3セット目はそんな感じなんですねで通常のところでまあ見てみますけどやっぱりまあ通常はまあクロコダイル0.5%のうわエネルトルッチ。 2体合わせて0.65無理でしょこれなるほど7セット目までいやここの7セット目のところがもう92.5%でまあどっちかが出るよといやいやまあまあいや7セットいくかな5セット目でねここのな実はトレマスゴフェス限定キャラは相性いいんですけどおおいきなり2枚きた これで来たりするともう笑えるんだけどいやでもちょっとねえネルといやー長くのあっさりあっさり3時来ましたねありがとうございますおおはいはいこれコアラだったらかなり面白いけどさあさあどうすっかなおあれここは確定じゃないですよねマジで来た <laughs> えーちょっと マジかあここはロビンが写ってるんだなるほどねす,うわすいませんいやなんか昨日ツイッターで4万2000円の天井わあとか書いたばっかりなんですけどあっさり来ちゃいましたねどうしようかないやでもエネルとねちょっと狙えねえようなきつそうな感じがするんですけど まあちょっとはね頑張んないとダメかな。いやールッチもエネルも欲しいですけどねちょっと確率低すぎるんでいやちょっと引き続き他に欲しいのももうおかげさまでねコンプもしてるのでいやたまにはこれで終わらすのもいいですね30個で終わり。でまあセールの石は買いますけど使わないで取っておくまあ7.5周年なんでね いやいや、ちょっと低評価いっぱいつくと思いますけど、今回はこれで上がりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。